であのその名前さんです。あれシェフ。こうやって隠れて抱くと本当に3メートルでもいい。だって俺の縄張りは誰に誰だっていう感じ。あの狼もそうだよ。あーってやってやってると2、3キロ、4キロ、10、5キロあの、ああいうところでは里山の田舎には狼もいたの。狼がいるよ、お化けもいるし行徳にも、ね、行徳にも、ね、行徳には幽霊送り狼、それは送り狼のこと言ってんじゃん、あんた会長、いけない、それはそういう本当のこと言っちゃいけないよ。帰りはどこ行くの。あれ、今日朝コーヒー飲まないって言ったかな。出ないよ。うわあすごいな、花びらが落ちて散って。湯。なんだっけこれは。花吹雪じゃ。花吹雪、桜吹雪って言うんだっけ。桜吹雪じゃ、うぐいすがなるところに風情だねなところに、こんなご飯、おいしいご飯を食べられるなんて、今日は皆さんようこそ八千代畑にいらっしゃいました。いろいろありましたけど、ヤギさん、珍しいおかわりするなんて。おかわりですよ。ヤギさんもおかわりほとんどしないの。